モグラのお話。モグラは水出しコーヒーを注文した。この店はいつ来ても僕しかいないんだな。鉄道運転士を夢見たモグラ、結婚し、今は毎日毎日トンネルを掘っていた。5歳の時にたまたま間違って地上に出てたんです。
や、ほんとびっくりしちゃって、遊んでたら帰り道が分かんなくなって怖くてね。で、必死で必死で土かき分けて、あの頃は土が重くてね、ミミズが邪魔で邪魔で。そしたら地上に出ちゃって、それも線路の上なのよ。で、来たんだ、向こうから電車が。それからモグラが電車の虜になった。暇さえあればさ、親の目盗んで土かき分けて上まで登って遠くから眺めたり、近くへ行って触ってみたり、ただそれだけの繰り返し。とにかく大好きだったんだ。それから僕らは勉強に明け暮れ、やがて念願の鉄道会社に就職した。そりゃ期待したよ。でもね、あれって決まってるんだよね。モグラはエリートにはなれないし、平等なわけないよね。で、子供の頃に土掘りばっかりしてたせいか、今や穴掘り専門。満足してるよ。給料も悪くないし、ワイフもいるしね。いろいろ変わってしまったけれど、世の中も変わるしね。そう言ってモグラは水出しコーヒーを飲み干し、席を立った。モグラは鉄道運転手になりたかった。
ありがとうございました。16番目コキリカでした。